それさん、岐阜大学へ行ってみたいと思います。本日の長文の設問ですが、空小字問題と単語の書き換え問題でございます。ただ皆さん、設問数がですね、全部やるとこの25問になってですね、視聴時間がえらい長くなってしまいますので、そこから皆さんちょっとピックアップしてですね、空小字問題は6問。で、書き換え問題は2問ですね。これで皆さん頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。サミさん、設問の指示はこんな感じでございますので、一読お願いいたします。サミさん、問いの一番の選択肢でございます。検討をお願いいたします。サミさん、おそらく B、ウニャウニャウィズという熟語の知識でいけそうですね。もちろん正解は E ですよね。Be familiar with ということで、何々に親しんでいるということでよろしいかと思います。デミさん、続いて問いの2番どうでしょう。デミさん、これも空所の前後の表現でいけそうですね。もちろん正解はうですよね。 Be true for うにゃれに当てはまるということでよろしいかと思います。サミさん、次の段落でございます。まずは問いの3番お願いいたします。で、まずは空所の右側、いきなり does でございますので、主語がないですよね。つまり不完全ということでございますので、関係代名詞を選ぶことになるかと思います。ですから、関係副詞の wherever ですね。これがまず消えるかと思います。で、あとは皆さん、先行詞が student、人でございますよね。ですから、正解は enough ですよね。で、皆さん、続いて空欄4番お願いします。皆さん、これはリガードレス何々という熟語ですよね。ですから正解はあーですよね。リガードレスオブ、うにゃうにゃにもかかわらずですね。さあ、皆さん、続いて空欄5番お願いします。で、皆さん、ヒントですが、例えば皆さん、グリーンカードを獲得する過程の中にいらっしゃる生徒さんはまだインターナショナルスチューデントと考えられるんですよね。で、皆さん、その一方、アメリカ国籍を持っている人とか永住権を持っている人が空欄5番ですよね。ですから、インターナショナルスチューデントと反対ですよね。つまり海外からいらっしゃった生徒さんではなく、アメリカ国内の生徒さんですから、ドメスティックが正解ですね。続いて6番お願いします。皆さん、まず文法的にいくのであれば、 have が現在時制ですね。で、皆さん、後半 may still be helpful ということで役に立つかもしれないということですので、実際に役に立つのはこれから未来の内容ですよね。となってくると、皆さん、時や条件を示す副詞の中では未来の内容であったとしても現在時制で示すと、そういう有名な情報がありましたね。ですから正解はうの if ですよね。で、もちろん意味内容的にも、もしあなた方が長い期間住んでいればこれらの情報、こうした情報のいくつかは役に立つかもしれませんということで、意味内容的にもバッチリです。で、皆さん、残りは書き換え問題でございます。まずは、どうでしょう。当然ヒントはオブですよね。前置詞の右側には名詞を置かなくちゃいけないと。ただオブテインは動詞でございますので、それを動名詞に変えればいけそうですね。ですから正解はオブテイニングということでよろしいかと思います。さあ、続いてこれはどうでしょう。で、もちろんハブもついてますし、右側期間を示す語句がありますよね。ですから、そういう場合は完了形ということでよろしかったかと思います。ですから正解はリブードですよね。ハブリブドで完了形です。サムさん、お疲れ様でございました。じゃあ、空小字問題、熟語の知識で解く問題ありましたね。まとめておきました。で、もちろん普段からお伝えはしているんですが、皆さん、戦後ぐらい載ってる熟語集、皆さん頑張ってますか？
まあ頑張っていたらですね、もう全然余裕だなという感じになるかと思います。で、もちろんこの熟語の知識以外で、つまりこれですよね、意味内容を把握して解く空小重問題もありましたし、で、もちろん岐阜大学ですね、他にあの、回し式の問題いろいろございますので、そのあたりの練習の場として、まあもちろん岐阜大学の過去問は皆さんやると思いますが、まあ、土地柄ですね、G マーチもまず視野に入れてですね、まあ非常にいい練習の場になるかと思いますので、G マーチにも取り組んでいただけるといけるんじゃないかという感じがいたしますので、参考になさってくださいね。